2人の職員が障害者施設の入所者に暴行を加えたとみられています三重県の外閣団体が運営する障害者施設三重県稲葉園では先月20日重度の知的障害がある男性入所者に対し職員が暴行を加える様子が施設内の廊下に設置された防犯カメラに映っていました県などによりますと暴行を加えたのは2人の男性職員でこのうち1人は ドアを蹴っていた男性入所者を注意したところ、足を噛まれるなどしたため、馬乗りになって脇腹などを殴ったということです。また、もう一人の男性職員も足を蹴られた際に蹴り返したということです。施設の聞き取りに対し、男性職員の一人は、行き過ぎた方法で間違っていたと話し、もう一人は覚えていないと説明しています。